名古屋学院大学は、愛知県名古屋市厚田区厚田西町1-25に、本部を置く日本の私立大学である。1964年に設置された。大学の略称は、名、名学大、名学。米国のキリスト教メソジスト派遣教師、FC クラインが1887年に創立した、私立愛知英語学校を起源とする。見学の精神。 敬信愛人は新約聖書に由来、著名なキリスト教師想家の内村勘三が教鞭を取っていたこともある。留学が盛んな大学であり、外国語学部では毎年多くの学生が留学に参加するほか、地域経済についての学習も盛んである。また、早くからパソコンや携帯電話を利用した学習システムの導入などを行った。さらに、2007年に、 大学にに先駆けてて都心に移転している愛知県瀬戸市の瀬戸キャンパス、名古屋市厚田区の名古屋キャンパス、名古屋市中区に丸の内サテライトキャンパスを運営している。名古屋キャンパス大法は2018年9月開設。2013年に法学部法学科を新設。2015年には現代社会学部、国際文化学部を新設。 2007年4月に名古屋市厚田区に完成。現在、法学部、経済学部、小学部、外国語学部、国際文化学部、現代社会学部、大学院がこのキャンパスを利用。校舎は、白鳥と、日々の、大砲の3つに分かれている名古屋キャンパスは、アクセスが非常に良いだけでなく、自然が多いのも特徴。1968年。 瀬戸市に完成。隣接する、品ダイカントリークラブと一体となって開発された、ため、山に囲まれており、自然に溢れている。広大な土地に校舎が点在し、またスポーツ設備も整っている。名古屋キャンパスの完成により、現在は、スポーツ健康学部のみのキャンパスになっている。名古屋市中区丸の内にあるキリックス丸の内ビル内に、 所在しており、大学院の事務室及び講義等で利用。以前までは栄にある、中日ビル内にて、栄、サテライトを構えていたが、中日ビルの閉館に伴い、2018年4月より、丸の内へと移転された。ありがとうございます。